トゥーランドブリムの時間ですよいしょ正統竹内文書シリーズ最終章日本の歴史がひっくり返る超超超考察今回はユダヤの神ニギハヤヒの母カノオイチ姫の歴史を揺るがす衝撃の正体についてお話ししていきます。の宿根の子孫に受け継がれし極秘宮殿、正統竹内文書の伝承ささえも隠した、ね、謎を解き明かす超超超考察会でございますよ。今回はね、日本の裏歴史の超重要人物ニギハヤヒの母であるカム大一姫についてお話していくわけなんですけどもね、うん、まあマニアックになってきましたねこれはだいぶね、どんどんねしかしね、このカム大一姫こそが日本のユダヤのルーツに大きく関わる重要な存在だというわけですよ。危機にもほとんど記されず正統竹内文書でも全く語られることのなかったカム大一姫とは一体どのような存在なのか、かなりね踏み込んだお話になりますが、いつも通りエンタメとしてお楽しみください。まずカム大一姫とは一体何者なのか、うん、ね、カム大一姫は古事記日本書紀のストーリーには一切絡まない系図のみに登場する神様です、ね、危機に記される系図によるとカム大一姫はスサノオの2番目の妻とされており、その御子神として大都市ウカノミタマというね、神様がいます。カム大一姫が生んだこの二柱の神は非常に重要な存在で、大都市は後にニギハヤヒ大物主と呼ばれる神様になります。正統竹内文書の口伝では大都市やヤマトを征服した後、アマテラス、スサノオ、ツクヨミの三種族を束ねる究極的な存在となったと伝えられていましたよね、うん、その名前がアマテラス、クニテラス彦、雨の穂明かり、クシタマ、ニギハヤヒノミコト、千と千尋の神隠しに登場する白の本名ニギハヤミのモデルになったと考えられる神様ですよ ね。アマテラスは文字通りアマテラス国の神の名前であり、ね、クニテラス彦はスサノオ国の神を意味する言葉、そして雨の穂明かりはユダヤの神を表す言葉でした。ネオトシはもうこのめちゃくちゃに長い名前を授かる前から雨の穂明かりという役職にはついてたわけですよ、うん、ね、スサノオの息子やのになんでオトシがねユダヤの神様的な称号を持ってたねんっていう話は正統竹内文書の伝承者からもね語られることはなかったのよ。なかったね。謎カム大一姫のもう一人の御子神であるウカノミタマは伏見稲荷大社の主祭神でありお稲荷さんの正体ですね、渡来人ハタシが氏神として宇賀の御霊を日本に持ち込んだことで日本中にブワーッとね祀られることになったわけですよ。宇賀の御霊はさまざまな神社の社殿祝詞と類似した伝説や同じような特徴から豊受けの狼とも同一視されており、八百万の精神がベースのね日本の神には存在してない唯一神的な側面を持つっていうね、まあ、とんでもない神様が宇賀の御霊なわけですよ。で正統竹内文書の伝承をベースに考えると、ハタシはツクヨミ氏族の末裔でありユダヤの血を引いていましたね。そのユダヤの末裔であるハタシが自分たちの信奉する神を日本に持ち込み、ウカノミタマもしくは豊受けの狼と呼ばれるようになったわけですよ。でユダヤからもたらされたウカノミタマ、全ての神社の頂点である伊勢神宮の主祭神としてアマテラス大神と並んで祀られる豊受けの狼ね、日本では見られない唯一神的な側面、これらのことからウカノミタマはユダヤ人が信奉するヤハウェそのものではないかとも考えられるわけですよね。このあたりの考察はぜひね日本神話ミステリー編を見てほしいんですけども、ウカノミタマという神様はつまりユダヤ系にゴリゴリに関係が深い神様なんですよ、はい、なんでねスサノオの子供である大都市とウカノミタマはユダヤにまつわる神様やねんってね話ですよね、うん、この謎は正統竹内文書の伝承者である竹内睦弘さんの口からは一切語られていないのですけども、佐野と結婚し大都市と宇賀の御霊を生んだカム大一姫にこそね、このユダヤの秘密があるのではないかと考えられるわけですよね。そうですね、スサノオの系図見ると、まあ、ほとんどが妻は分かってるけど子供よう分からんなとかね、うん、スサノオの子供ってことは分かってるけど母親よう分からへんなみたいな感じで意外と情報量少ないんですよね。はい、はい、タオとカモウチ姫結婚してますよね、その息子大都市ですね、娘ウカノミタマですみたいな感じでしっかり書かれてるんですよ。そしてその息子である大都市の子孫の情報ももうめちゃくちゃ細かく書かれてるのよ。このことからカム大一姫は実在した人物である可能性が高いとね考えられるんですけども、まあほんまにおったなら、まあ、一体どのような存在やったのかって話ですよね。紹介されてないしね。そうここでね重要になってくるのが、うん、カム大一姫のカムと
神という字でございますよ。なるほどね。ね、名前の最初に神が入ったカムヤタテ姫は神同然として扱われた神聖な存在であり、その身に神を宿す祭司王だったとされています。そして以前の考察ではそのカムヤタテ姫の正体こそが大国主の正妻であるスセリビメだよという話をしてきましたよね。はい、まあ、古代日本では政治を治める統治王と祭司を司る祭司王の二人一組で国を治めており、で権力的には祭司王の方が上だったとされてるんですよね。はい、つまり実質的な国のトップはその身に神を宿すことができた祭司王であり、出雲の国においても真の王は大国主ではなくセリビメだったということなんですわ。アマテラスとスサノオの間に生まれた唯一の巫女であり、末子相続の出雲の国で最後に生まれたのがセリビメ。血筋的にも出雲のルール的にもセリビメがもう完全に出雲の王であることは明らかなのですけども、危機でも生徒竹内物においてもセリビメが王様だよってことを隠されて、大国主だけが王様だよということにされてたんですよ。しかし実際にはセリビメが真のトップであり、大国主はね、生徒を司る統治王だったわけですよ。73世竹内の宿根である竹内睦彦さんも、カムヤタテ姫の神という字は神そのものという意味であり、スリビメ以外そのポジションはありえないと語ってることから、カム大一姫の神も同じような意味を持つと考えられるわけですよね。そうなりますね。つまりセリビメと同じく名前の最初に神の字が入ったカム大一姫も神そのものと言える祭司王やったわけですよ。ちなみに名前の最初に神がつく神様はカム大一姫、カムヤタテ姫、そして神結びだけなんですよ。おー、そう、神結びはね、言わずと知れた増加三神のうちの一柱で、一説には女神と言われている存在なんです。で、名前の最初に神の字がある神様はたった三柱しかいなくて、そのうちの神谷立姫とカム大一姫はその素性さえ明らかにされず、神結びの神はある意味アマテラス大神より位が高いとも考えられる存在なわけなんですよ。うわ、やば。そしてね、カムヤタテ姫の神が祭司を意味するとなると、カム大一姫もセリビメと同じくある国のトップ、すなわち祭司王だったと考えられるわけですよね。つくよみの氏族との関係性を考えると、カム大一姫の正体はユダヤの祭司王であった可能性が出てくるわけですよ。しかしね、まあ、これだけではカム大一姫のちょっとはっきりと分かりませんやんかと。ここでカム大一姫の正体を解き明かす重要な記述を見ていきましょう。古事記に記される月の女神ね。で、古事記の記述では、ね、全然働かへんスサノオとめっちゃバリバリ頑張ってるお姉ちゃんアマテラスと大喧嘩するわけですよ。うん、で、スサノオは女神にせよってことで地上に追放されるんですよ、天からね。その時にスサノオはもう髪もヒゲも爪も剥ぎ取られてね、もうボロボロの状態で地上をさまよってたんですよ。お腹減ったなー言ってさまよってると、ある女神と出会うわけです。それが大月姫。この大月姫はスサノオに料理を振る舞ってくれるね、優しい女神やったんですよ。ね、美味しい料理が出てくる。でスサノオはなんか美味しいなって、どうやって料理作ってんのかなって覗き見するんですよね。うん、そこでね、衝撃の光景を見てしまうわけですよ。大月姫は口からうぅぅ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 って何かを吐き出し、お尻の穴からプリ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 出したものをそのままお皿に盛り付けてたんですよね。そしてそのプリプリ出したものを召し上がれーと言ってスサノオに差し出してたんですわ。いやん。スサノオはそれ見て、何しようぜん、古いものだよって言って切り殺してしまう。殺しちゃったよね。そしてその大月姫の死体から人間が食べる五穀が生まれると。その五穀を回収しに来るのが、うん、名前の最初に神がついてる神結びなわけですよ。はいはい、ね、が取りに来るわけでね。海外向けに作られた日本書紀では、うん、このエピソードがスサノオからつくよみに変わっており、うん、同じく激怒したつくよみが大月姫に代わる受け持ちという神を切り殺してるんですよ。ね、このシーンわからんかったよね。うん。これらのよくわからないシーンについて、正統竹内文書の伝承者である竹内睦弘さんはこのように語っています。はい。大月姫の月は月を意味する。そう。大月姫を切り殺したのは結婚を表していると。つまり、大月姫は月読みの子族の末裔、すなわちユダヤ人だったっていうことなんですよね。はい。そしてスサノオと結婚したということは、大月姫はスサノオと同じ身分かそれ以上であるユダヤの祭司王であった可能性が高いと
誘惑なんですよ。やってきましたね。繋がってきましたよ、うん、で、ここで大月姫の情報を整理すると、うん、つくよみの氏族の末裔、すなわちユダヤの一族であるね、ユダヤの最子王であり、サノーと結婚している。そして、カム大一姫、つくよみの氏族の末裔、すなわちユダヤの一族である。そして、ユダヤの最子王であり、サノーと結婚している。全く一緒。一緒です ね、 ね。つまり、カム大一姫の正体は、大月姫やったんですよね。なるほどね。そういうこと。それでは、ね、カム大一姫は、ユダヤの中でもどういう存在やったのか、どのようにして日本に来たのかっていうところまで、トゥーランド Vlog は、解き明かしていきますよ。チャンスね。ユダヤ国には、もともと12の氏族が存在し、そのうちの一つが、祭司を取り仕切るレビ族と呼ばれる一族でした。レビ族はユダヤの祭司を取り仕切ることができる唯一の存在で、海の中に渦を巻く巨大な怪物レビアタンを賢い蛇の女神として崇拝してましたよね。はい。そう、この姿でまさかの女神なんですけどね。怖い。聖徒竹内文書の伝承では、つくよみの氏族は古代日本を出た後にユダヤ人となりますが、いずれ日本に帰るというね、そういう約束やったので、それを覚えていた一部のユダヤ人が日本に戻ってきたよと伝えられてるんですよ。そしてそれがレビ族だったというわけですよ。はい。紀元前6世紀頃に書かれたとされるイザヤ書の24章では、ユダヤの民は国を追われて散らされてしまうだろう。それゆえ、これからは東の地で主を崇めよと記されてるんですよね。だから聖書という観点から見ても、崩壊寸前のユダヤ国を離れた一部の氏族が東の地を目指し、日本にたどり着いていた可能性は十分あり得るということなんですよ。レビ族とは、女神レビアタンの子という意味なので、蛇神信仰とともに女神信仰でもあったわけですよ。なのでレビ族は他のユダヤ人のように男性神のみを崇拝するというわけではなく、女性が神と交信する祭司を務め、女神を信仰していた氏族であった可能性もね、考えられるわけですよ。なるほどね。ね、しかしね、以前お話しした隠された聖母マリアのようにね、基本的に女神信仰は弾圧されていたのでね、レビ族の女神信仰もやがて隠されていったのかもしれません。ね、カム大一姫、イコール大月姫が、蛇神を信仰するね、レビ族の祭司であったとするならば、その息子である大都市、すなわち大物主が、蛇の化身とされていたこと、娘であるウカノミタマもウガ人と呼ばれ、蛇神としても扱われていたのは、レビ族のレビアタン信仰から来てる可能性があるわけですよ。ありますね。びっくりするぐらい全部繋がるよ。ちなみに、新約聖書の黙示録などに記される世界の終末では、神が人類の罪をジャッジする最後の審判という日があり、罪が許されぬ人々は、レビアタンによって全て食い殺されると。されてるのよ。また繋がった。これはまさに人々の罪を洗い流すセオルツ姫という顔を持ちながらも、罪を重ねた人類に大いなる災いをもたらすセオルツ姫のもう一つの顔、ヤソマガツヒの神とも重なりますよね。重なってますね。つまりレビアタンを信仰するユダヤの祭司をカム大一姫もまたセオルツ姫のようにハラエドの狼としての役割を持っていたということなんですよね。なるほどね。だからもうセオルツ姫の発祥というか、ハラエドの狼発祥の存在かもしれない。しかし、重要人物であるカム大一姫の情報はなぜここまで徹底的に隠されているのでしょうか。うん。ね、聖徒竹内文書の伝承によると、カム大一姫、すなわち大月姫は、ある罪を犯し、国から追放されたと伝えられてます。ユダヤの最終が追放されるっていうのはもうとんでもない異常事態ですよね。この罪について、聖徒竹内文書の伝承者である竹内睦弘さんは、巫女という神聖な存在でありながら、まあ、男性と関係を持ったため追放されたと語ってるんですよね。まあ、女性が祭司を務める場合は男性経験のない巫女である必要があり、男性と関係を持つとその力を失うと考えられてたわけですよ。まあ、つまりね、サノーと大月姫の結婚はあくまで形式上の結婚だったよと。うん、でも、うっかり関係持っちゃったよね、みたいな。それで、大月姫は責任を問われて無罪に遭ってしまうと。しかしね、私サムは、この説がまあどうしても納得がいかないと。はいはい。そもそも、聖徒竹内文書でさえもこの大月姫、カム大月姫の存在隠されてるし、うん、まずね、統治王と祭司王やったら、祭司王の方が偉いっていう風に、聖徒竹内文書で伝えてるのにもかかわらず、うん、統治王が一方的に祭司王を追放できるのかって話だし。それはそうやね。そう。やし、佐野がカム大月姫に手を出してんなら、うん、追放するのおかしくない、うん、あんたのせいやんと。
あんたが手出したからやん。さらにね、大月姫ことカム大一姫と佐野との間にそういう関係全くなかったとすると、うん、その間に生まれた大年と浮かの御霊はどういう存在なのって話になりますしね。どう生まれたの？まあここはまあ養子ってことでもいいんやけど、普通に考えるとね、佐野国とね、カム大一姫の率いるユダヤ国が対立して、うん、争った末に決別したと考える方が自然ですよねと。ね、あくまでこれはもう国の問題やからね、うん、しかもね、正統竹内文書の伝承でもスサノオと、ね、カム大一姫の息子の大都市は喧嘩してると。で、大都市はもうその出雲から飛び出したよっていうお話が語られてるんですよ。なんで喧嘩したかは語られてないけどね、うん、で、出雲を飛び出した大都市はそのまま大和に行って長スネークをボコボコにしてね、ニキハヤヒっていう名前を手に入れるわけじゃないですか。このスサノオとカム大一姫の息子である大都市がね、喧嘩してる理由もサノオ国とユダヤ国の対立が原因やとすれば、うん、まあ納得できるじゃないですか。そうやね。ね、大都市は母親がユダヤの祭司王カム大一姫であり、ユダヤの神を意味する雨のほわかれという称号を持つ、まあどちらかというとね、ユダヤサイドの人物やったわけですよ。なので父のサノオと母のカム大一姫が対立した時に母であるカム大一姫についたと。しかしカム大一姫サイドは敗北し、息子である大都市も出雲から離れたと。ね、なんでそもそもサノオとカム大一姫は対立して争うことになったのかっていう話ですね、うん、まあ、それを考える上で非常に重要になってくるのがスサノオとアマテラスの結婚なんですよ。でスサノオ国はアマテラス国との激しい戦いの末に和解を選びましたよねと、うん、それが両国のトップであるアマテラスとスサノオの結婚だったわけですよ。この時点ではスサノオ国すなわち出雲が三氏族の中でもトップだったわけですよね、うん、なぜつくよみであるユダヤもアマテラスも取り込んでたわけですから。しかしね、出雲は末子相続やったので新しく子供が生まれたらその存在が王様になってしまうわけですよ。そんな中で生まれたのがアマテラスとスサノオの子供であるセリミミだったわけですよ。これにはね、カム大一姫も大激怒ですよね。もう自分たちの権力削られるし、ほとんどがアマテラスとスサノオのものになってしまうと。こうしてカム大一姫は出雲から離れ、出雲ではトップになれなかった息子の大都市は大和を制圧したという、そういう流れなんだと。しかしアマテラスとスサノオが結婚したことでセリミミが生まれ、それによってカム大一姫と対立していたとすれば、その後の結果はもう皮肉としか言いようがないんですよね。なぜなら、セリ姫と大国主との間に生まれた味付き高彦根と仕立てる姫は、出雲飛び出してるからね。で、逃げ早きのいるヤマトに行ってもうたからね。行ってもうたね。そしてもう結局その血は、逃げ早き率いるヤマトに流れてまうと。味付き高彦根と仕立てる姫を失った出雲は、そのままアマテラス国にも敗北してしまうわけやからね。うわ、そして最終的にはアリスキ高彦根の娘イスケヨリ姫とアマテラスの子孫神武天皇の血が交わり、第2代水星天皇が生まれたわけですよ。まあ、この流れでいくと水星天皇にも確かにスサノの血は流れてるんですけども、まあ出雲という国自体はね、滅んでしまったということになると、まあ、それにしてもカム大一姫は一体どこに行ってもうたんやって話ですよね。まあ、言ってもカム大一姫多分一人でユダヤから日本に来てないからね、うん、ユダヤの一団と一緒に来てるから、うん、多分カム大一姫が出雲出るならついていく組もおったやろうし、うん、で大都市息子の大都市も大和に行くならそこについていきますって言ったやろうしという、せやね、ことでこのユダヤ人がどうなったかみたいな話とかも、うん、まあ、全部ね繋げてね考察していくんですけれども、うん、こっから先を語るにはね、このレビ族系以外のユダヤ人のお話もしていかないといけないわけですよ、うん、なるほどね。正統竹内文書の口伝によるとサルタヒコもユダヤからやってきた存在だよってね言われてるわけですよね。はいはい。で、そのサルタイコの正体が、ね、びっくりなんやけども、イエス・キリストですと、にわかには信じられへんけども、え、口伝ではそう言ってるみたいなんですよ。でもね、この存在抜きには、やっぱり、ね、こっから語れないんですよね。いろいろ繋げるためには、こっからの話をしていかないといけない。考察をしていかないといけないっていう。で、サルタヒコっていうのは、弟も連れてきてると。その弟の名前が、石切彦。石切出た。そう、石切彦なんですよね。出ますね。日本には石関係の神社いっぱいあるからね、うん、石切神社もあるし、うん、石造神社もあるし、磯の神神宮もあるし、うわーいっぱいある。来週はこのイエス・キリストの考察ではなく、ね、ではなくこの弟石切彦について、はぁ、まるまる1話考察していくという。なるほど。どこまでマニアックなのと。どんどん行くね。そう。まあでもそこをやった上で全部が繋がる最終回のお話するためにちょっとねマニアックなところも一回グリンと一回言っとかんとね。そうそうそう、分かれへんくらい。そうなんですよ、ね、ということでね、次回の超超超考察ではね、サルタヒコの弟石切彦についてガツンと
お話ししていきたいと思います。次回気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いしますね。概要欄に僕らの SNS も貼ってるのでぜひチェックしてみてください。ということで本日はこの辺でございます。だいぶマニアックになりますけどもついてきてください。ということで本日はこの辺でまたね、バイバイ、バイバイ。